どうも、タバタブラザーズです。兄の屋敷です。やってまいりましたね。今回もえぐい投手ランキング。この内容はコメントでいただきました。えぐい投手、えぐい打者ランキングを教えてくださいということだったんで、今回はちょっとえぐい投手ランキングに絞ってね、言っていきたいなと思うんですけども、これちょっとね、えぐい後輩ランキングとかぶってまうんでね、やってもたなーっていうのはあるんですけども、なるべく投手は自分の同級生で選びたいなと思ってます。えぐい投手ランキングね、いましたよ。えぐいのがいました。もう皆さん知ってるでしょ、えぐいの。僕の代でえぐいやついっぱいいますからね。投手身長でかいやつもいますしね、190センチ超えたやつが2人もいてました。すごかったよ。まあそういうね、えぐいやつと対戦できたっていうのが今のね、10年経った今でも自分の中でこう嬉しい思い出というか、ほんまにやってたかなって思いますけども、はい、鮮明に覚えてますね。えぐい投手ランキング1位と2位が迷いましたね。で、正直3位が今考え中です。これはね、全て甲子園で投げている投手です。その中から選ばせていただきました。3位、木更津総合高校木本投手です。これをね、ちょっと3位にするのがもったいないんやけど、3位にした理由としては、木更津総合のね、木本投手、初回だけエグかったよ初回だけ、初回は手も足も出ません。えぐかったですね。まあ、後に発表するランキングの方もいらっしゃるんですけども、その方たちより打てる気がしなかったですね。バリバリ切れてる。もう、キレッキレやで、まっすぐ。あんな切れるまっすぐ見たことないですね。でも、なんで、あの選手でプロ行かれへんかったんやろうなっていうのが、疑問で仕方ないですね。えぐいまっすぐ音だで。150、ぐらいやったんちゃうかな。150か155へぐらい、151キロぐらいの投手で、よう勝ったよな、あれ。9対2ぐらいでね、スコア勝ったんですけど、初回にパパーンって点取って、そっからもう、ダラダラダラーって。まあ僕もね、最終木本投手からホームラン打ったんですけども、もうカーブです。ボール球のカーブです。狙ってはないですよ。もちろん速いまっすぐに合わせましたけども、めっちゃ甘いボール球のカーブ来たんですよ。ほんで、ここやと思って打ったら、根っこに当たりまして。もうほんまに根っこやねん。木のバットだったら絶対バット折れてますわ。根っこに当たりまして、レフトのスタンド最前列に入りました。はい。何が起きたかわからなかったですけど、ホームランやったみたいで。木本投手、よかったんやな。早稲田大学行って、その後は分からずっていう感じなんですけども。間違いなく素質は、えぐいよ。それでは第2位の発表です。2位の発表の前に、今思い返せば、ランキング上げてる投手から全員ホームラン打ってますね。はい、ちょっとヒントになっちゃうんですけど、全員ホームラン打ってます。はい、第2位、大谷翔平投手。ほんまはね、1位にすべきなんですけどもね、藤浪の建前、2位にしました。でも、まあ、高校の時点では、ほんまに打ちにくかったのは藤浪なんですよ。大谷投手の方が攻略しやすかったっていうのはありましたね。正直なところ。まあ、1位は藤浪です。はい。で、さっき言ってしまったんですけども、藤浪と比較したときに、まあ、両方とね、藤浪と、大谷投手と僕両方対戦してますけども、藤浪投手はね、やっぱ見にくいんよね。すっごい見にくい。左手がなんかもう大きいのよ、動きが。高校の時ですけどね。あれが僕はちょっと苦手で。で、あとめっちゃインステップしとったんで、すごい恐怖感もあったし、めっちゃ打ちにくかったよね。で、大谷投手はですね、すごい綺麗なまっすぐ、綺麗なスライダー、カーブ、フォーク。ぐらいかな、投げてたのは当時。スプリットとか多分投げてなかったんですけど、当時は見やすかったですね。藤浪投手より見やすかったし、まっすぐももう、シュンっていう
糸を引いたようなまっすぐで、まあ、ホームラン打たせていただいたんですけども、それもまたスライダーですね。変化球です。はい、わかりましたかね、僕が変化球得意なのは。スライダーでした。狙ってたのはまっすぐでした。大谷投手ね、今ではもうメジャーのオールスターに選ばれて投手も野手もやっちゃいますよという大スターですよ。日本の宝の選手が、僕がね語るのはもったいないと思うんですけども、まあね、ランキングということにさせていただくと2位でしたね。2位ちょっとなんか申し訳ないな。まあ2位やな。はい、それでは1位、先ほど言いましたけども藤浪投手です。対戦しててえぐかった投手ランキングということのコメントだったので、自分が実際対戦して一番えぐかった投手は藤浪投手だと思います。先ほど大谷投手の比較にも出しましたけど、すごい見にくいと言いましたけども、藤浪投手からは僕2本ぐらいホームラン打ったことあるんですけども、まっすぐを右中間にホームラン打ったりだとか、カーブをレフトスタンドとかは記憶にはありますけども、とはね、伸び率がえぐかったね。彼は入学時やっぱ140ぐらいのストレートしか出なくてね、大丈夫かこいつっていうところからスタートして、だから2年で13キロアップですね、ストレートの速さ。153キロがマックスやったんで、一番こいつのすごいなと思ってたところは、春の甲子園から夏の甲子園に向けてね、期間があるわけですよ。ただその期間ってすごい少ないんですよね。だって春の甲子園終わるの3月ぐらいで、夏の甲子園の予選が始まるの7月ぐらいじゃないですか。だからその4ヶ月間しかないんですけども、その4ヶ月で彼は果てしなくレベルアップしましたね。球種も増えて、コントロールも良くなって、配球のバリエーションも増えてみたいな。もうほんまに単純に説明しますと、以前春の選抜とかはもうまっすぐ主体なんですよ。まっすぐまっすぐ決め球だけすらみたいな、よくあるパターンやったんですけども、そこのね、なんかスライダーなのかカットボールなのか知らないけど、なんか覚え出してね、カットボールビタビタ決まるんよ。でもなんかカットボールのちょっと裏話みたいなの聞いたけど、なんか試合中になんかちょっとなんか投げ方変えたらいけたみたいな、そんな簡単なこと言うてましたよ。でその感覚で投げてたらすごい打者が空振ってくれるから投げ続けてるみたいな感じのことを言ってて、春夏連覇のエースっていうだけはあると思いますし、あとはねスタミナですね。あれのスタミナすごいよ。どんだけ投げたん甲子園大阪予選から。へたらんへたらん。だからスタミナとか怪我しにくさとかね、すべて含めてやっぱ総合は藤浪投手かなと思います。大谷投手ももちろんねすごかったと思いますし、間違いなくね僕らの世代を代表する選手ですけども、当時高校の時一番輝いてたのは藤浪投手じゃないかなと思いましたね。なんか今ではね多分みんな考えられへんと思うんですけども、ね、10年前は彼が一番安定して試合を作ってましたからね。ジャパンの時とかでもアメリカ戦とか韓国戦とかいい試合だけ先発して、ちゃんとまあ試合は作ってましたわ。大荒れするってことはなかったんですよ。今の彼とは考えられないですけどね。10年前の高校時代は安定の軸でしたね。対戦してえぐかった投手ランキングを教えてくださいとコメントいただいたので、それに返答させていただきました。3位、木更津総合の木本投手。2位、花巻東大谷翔平投手。1位、大阪桐蔭藤浪投手でした。これは別格じゃないかな、この3人は。でも対戦できたことにすごい嬉しいし、まあ、その3人の中で一番僕が衝撃やったのは木本投手ですね。で、藤浪はやっぱ1年生の時から見てるから、発展をずっと近くで見てたっていうのもありましたから、そういうちょっとね、情も入っちゃいましたけど、1位です。またね、今回みたいなコメントから採用させていただいて、動画をどんどんね、撮っていきたいなと思ってるんで、皆さんが聞きたいような内容をコメント欄に書いていただいて、面白いなと思うやつが僕は採用させていただいて動画撮影させていただきます。いつも皆さんありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。